車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。まずちょっと雑談からいいですか。はい、あの車を改造せずにはいられないって毎回言ってるじゃないですか、うん、最近ありがたいことにですね、はい、あの自分から重症患者ですって言ってくださる方とか、はい、いますね。同業なのかちょっとわかんないですけど、はい、何々せずにはいられないっていう、そういうことからスタートしてる YouTube チャンネルがある、はい、そうなんですよ、ね。なんですけど、もう一言言わせていただいていいですか。はい、どんどんやってください大歓迎です。ありがたいことです、はいはい。というわけで今回紹介するのがこちら、はい、意外じゃないですか。意外です。60プリウス、はい、あの普段やっぱり圧倒的に欧州車を触らせていただくことが多いじゃないですか。そうですね。ただあの、うん、特に60プリウスとか、うん、まあ名古屋店だと地域柄もあるのか、トヨタ車の入庫って多いっすよね、うん、で結構あのプリウス乗られてる方も多いっすよね、うん、だから結構あの欧州車 の、 あのビッグセダンとか SUV 乗られて普段乗りに乗られてる方っていうのが意外に多い、はい、イメージ的にはなんかその高級車大きい車乗ってて、うん、普段乗りは小さい高級車、はいはいはい、小さいベンツとか、はいはいはい、BM とかっていうイメージですけど、うん、実際に、うん、あのプリウスとこの辺がかなり多いですよね。多いです、はい、僕ちらっと話を聞いたんですけど、うん、プリウスめちゃくちゃ燃費がいいじゃないですか。めちゃくちゃ燃費がいいです、ね、で欧州車ってあのベースというかエントリーグレードでも結構幅があったりするじゃないですか。最近ね、特にね、確かに。だからその辺国産車のコンパクトだとやっぱり、うん、その何ですか、日本の道路事情だったり駐車環境なんかにもすごくマッチしてる、うん、で特にプリウスってめちゃくちゃ燃費がいいから、はい、うん、ガソリンを入れに行く手間が、そう、結局なんかガソリンスタンドに行くのがめんどくさい。やっぱりそうなんですか。燃費がうんぬんっていうのは、まあまあ、燃料代よりもどちらかというとそっちがめんどくさい。やっぱりそうなんですか。っていうのを皆さん言いますね。だ本当に普段乗りであんま乗らないんだったら、うん、下手したら月に1回入れないとかっていうケースもあったりするぐらいというわけで、意外に乗られてるお客様が多いと、はい、ただやっぱりボンドのお客様ですから、はい、ノーマルでは乗らないということで、乗らないっす。今回もしっかりカスタマイズした60プリウスをご紹介します、はい、でこれオーナー様には触れてもいいんですか。全然全然。ちょっとじゃあそれはあの話の流れで触れていきたいんですけど、はい、これどこがいじってあるのか、はい、僕あのプリウスそんなに詳しくないんで、はいはい、分かんないですけど、はい、なんかすごい絶妙な感じじゃないですか。すごくいじってありそうにも見えなくもないし、まあまあ確かに、はい、ただじゃあどこが具体的にどうなってんですかって言われると、はい、まあ、なんかエンブレムが多分黒くなってるとか、はい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 、もしかしたらなんか黒いブラックアウトされてる部分が増えてるのかって感じなんですけど、はいはい、具体的にはこれどこがどう変わってるんですか。基本的に今回のプリウスはエアロパーツはついてない形のノーエアロなんですけど、樹脂パーツは全て塗ってます。なんで、まずですね、樹脂パーツがわからないです。こういうこの中はもう完全プラスチックだし、はい、あとここ、はい、もう完全にプラスチックだし、はい、なんならここはちょっとグレーっぽくな、はい、塗り分けされてるんです。あ、そうなんですか。もともとね、はい、でそれを全部土色にして、はい、こう網はそのグロスブラックで塗って、はい、っていう風に、まあ、ボディカラーが黒メタなんで、はい、ソリッドじゃないんで、はい、ボディカラーの黒とソリッドの黒とを塗り分けて、で素地の部分はもちろんそのペーパー当てて、はい、ツルツルな状態までしてから塗ってる。あ、なるほど。これ下処理もして、はい、もちろんです。ピカピカにして黒くなってる、はい、でしかもこっちはボディ同色なんですか。そうです、そうです。細かいっす、ね、そうだからちょっとね、あのパッと見わかんないんだけど、ここはボディカラーみたいな、はい、でここはソリッドっていう風に塗り分けされてます。これブラックアウトって言っても、だから一言で言ってもいろんなやり方あるじゃないですか、うん、はいはい。色もその黒系のボディだったら同色にするのか、はい、グロスブラックにするのか、はい、マットブラックにするのか、うん、それとも半艶にするのか、はいはい、でもしくはその下処理してピカピカにするのか、はいはいはい、まあ、素地をそのまま塗ってちょっとザラザラ感を残すのか、うん、でそれでもだいぶ印象変わると思うんですよ、うん、で今回はこの網類はグロスブラック、はい、その他はボディ同色。そうです。まとまりすごいっすね。エアロつけなくてもなんか十分じゃんっていう。確かに。そうでもこの手の車って言ったら、もうエアロパーツとカスタマイズのパーツはもう5万とあるわけじゃないですか、うん、そう。そこであえてエアロをつけるっていう選択肢をしないで、はい、ペイントでカスタマイズしてる。そうです。もう僕自分で言うのもなんですけど、はい、あのボンドグループで
触らせていただく国産車めちゃくちゃ好きなんですよ。はい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 、はい、他にあんまり そういう方向性でカスタマイズするのってあんまりないじゃない。あんまりないね。で国産車ってなると特にパーツがたくさんあるから足し算みたいな感じなんで、僕らはどちらかというと引く方をメインでやってるかなと。だから時々あのアルファードだったりだとか、うんうん、大阪店でセンチュリーとか、はい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 、あの辺でカスタマイズさせていただくのとかめちゃくちゃ好きなんですよ、うんうんうん、あんまり普段見ることのない仕上げになってるん で、うん、で今回もあんまり足し算はせずに、はい、ニュアンスだけ変える、はい、これエンブレムもですよね。はい、はい、エンブレムとまあナンバーベースと、あナンバーベースも塗ってるんですか。はい、ナンバーベース塗ってあります。あのなんか純正でブラックスタイリングパッケージみたいなのに出しても違和感ないぐらいの、そうそう本当仕上がりですよ ね、はい、うん、自然に。でもちろんそのザラザラ取ったりしてるんで、はい、費用的には結構かかりますよね。まあまあかかります、はい、けどすごい分かりづらいですけど、はい、仕上がった時にすごいシンプルになる。そう、こんなペイントカスタマイズがまずしてあると、はい、で他は顔周りは以上ですね、はい、そして、はい、こんな全体的に黒くなってる車足元、はい、行っていいですか。はい、はい、どうぞ。あの実は SNS で写真の方を僕、はい、アップさせていただいたりとか、うん、今村さんが運用している SNS でもアップしてましたね、はい、ですごい反響だったんですけども、はい、もしかしたらご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、装着したホイールがこちら、はい、HRE の522、はい、こちらが装着されてる、はい、あしかも3ピース。はい、3ピースです。でこれ見て分かる通り、はい、ポルシェのターボのホイールのオマージュでいいんですよね、うんうん、です、はい、というわけで、はい、このタービンデザインというか、はい、HRE で再解釈してデザインされ直してるということで、うん、こうなんかシュッとしてますよね。シュッとしてるよね。まあ、まあセンターの落とし込みとかも結構特徴的だと思うし、この結局 HRE が言うにはこの単造ホイールでこのラウンドさせるっていうのが、あ、分かります、ね、ものすごくこう削りに時間がかかる。要は曲面を削るのっていうのが難しいんですよね。そう、すごい難しい。削りでやるから、うん、あの鋳造でその型を取ってとかっていうんだったら、うん、すぐこう再現できるんですけど、はい、削りでこの絶妙なラウンドを再現してるの確かにすごいです。そう、機械がものすごい行き来をしないとこの綺麗なラウンドができないと。じゃあ削り出すのに非常に時間がかかってる。そうというわけでこちらが装着されている。でこれディレクショナルってその回転方向あるんですよね。あるホイールですね。でポルシェのあの純正ホイール、うん、ターボの純正ホイールだとあれ回転方向ないんですよね。はい、ないです。右側は右回転、左は逆回転なんですよね、うんうん、というわけでこちらが装着されている。で、はい、これも黒なんですけど、はい、絶妙な塗り分けですね。そうです。センターディスクはサテンブラック、アウターリップがグロスブラックっていうような組み合わせになってます。でこれもいろいろやりようはあると思うんですよ、うんうん、もちろん3ピースなんでインナーアウターディスクでこうそれぞれ同じ黒でも、はい、マットにするのか、うん、サテンにするのか、うんうん、グロスにするのか、もしくはボディ同色なんていう方法もなくはないです、はい、なくはないですね。なんですけど今回はディスクだけこのサテンになって、はい、これはじゃあホイールのちょっと存在感を、そうやっぱり奥行き感、どうしてもリップが取れない車なんで、あのプリウスサイズ的にもね、はい、なんでできるだけ3ピース感というかセンターディスクとアウターリムが立体感が出るようにするっていうのはこの艶の加減を変えることが一番話が早いんで、今回はセンターディスクだけサテンにしてあります。確かに同じフィニッシュにするっていうのも一つの手ですけど、うん、そうするともう一体感は出るんですけどワンピースっぽく見えますよね。で今回はなんと3ピースが、はい、3ピースです。プリウスに3ピースっていうのがまずすごいんじゃないですか。あんまりいらっしゃらないんで、まあ、あんまりそうですね、社外でもほぼないですよね。確かに、うん、ですよね、うん、まあ、2ピースだったら多分リム取ってとかってありえるんですけど、うん、3ピースが今回入ってると、はい、でその辺に合わせて、はい、このセンターキャップもモノトーンの方のセンターキャップ、はい、シルバーと黒のセンターキャップ、この細かいところのカラーコーディネートもすごいですね。そうね、だ今回もキャリパーも黒に塗ってあります。なるほど、はい、純正のキャリパーのまんまですけど、はい、ちゃんと黒になっていると、はいはい、でこれもあのいろいろやりようはあると思うんですよ、はいはい、マットにして存在感消してもいいし、うん、ツルツルにして、うん、なんかこう社外ブレーキじゃないけど、はいはいはい、なんか雰囲気出すのもあるじゃないですか、うん、それを今回このザラザラのまんま、はい、そのままそこもしっかりやってあると。であとこれボルトアレストね、普通のテーパーかなんかになってるんですよね。そうです、はい、で黒いナットかな。トヨタ純正だとあの何ですか、先っぽがとんがってるというか、ワシャ付きのやつですね。頭もでっかいですね、はい、純正なんでこちらしっかり黒くなってると。そしてですね、こちらのホイール、はい、もう一つポイントがあるんですよね、はい、なんとサイズご覧ください。はい、21インチ。はい、21インチです。笑っちゃうんですけど、はい、プリウスってだって純正何インチです。17、18とかな。そうっすよ ね
19ではないですよ。19はないと思う、うん、それ21入るんですね。21入りますいやもしかしたらゴリゴリにカスタマイズされて、はい、それこそエアロついて、はいはいはい、エアサスついてっていう車だったら、はい、21インチっていうのも多分いらっしゃると思うんですよ、はい、プリウス。僕そんな詳しくはないんですけど、はい、エアロなし、うん、はい、でしかもエアサスとかじゃなく、はい、車高調です。21インチを、はい、こう頑張ってる感ない感じで、そう、さらっと履く、履けるんですね。そうなんですよ。それが びっくりなんですけど、さらっとっていうのがね、だなんかまとまりいいから21に見えない。見えない。そう、あんまりでっかくなりすぎちゃうと、うん、タイヤのペラペラバッグが出たりとか、はい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 、なんかこうホイールが走ってるみたいになるじゃないですか、うんうん、そういう感じなく、はい、このサイズとフィニッシュとで絶妙な感じで仕上げてある、はい、もう一つは、はい、こうタイヤ、はい、これミシュランちゃんと、ミシュランですね、はい、ちゃんとって言ったらちょっと失礼な話かもしれないですけど、はい、あのいろんな選択肢あるじゃないですか、はいはい、まあ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 、はい、で特にあの21インチ低扁平とかになってくると、うん、あの結構安い、うん、ちょっと聞いたことないメーカーのタイヤとかもあるじゃないですか、はい、っていうぐらいありますよね、うん、あります。そこをちゃんと、はい、ミシュランのこちら、ミシュランパイロットスポーツですか、はい、はい、だからタイヤもこれ絶対高いですよ。タイヤも高いです、はい、これは普通のサイズラインナップであるんですか。あります。なんかフェラーリ用でしかないとか、あ、そういうことはない、うん、というわけでこちらの組み合わせになってる、はい、だからやらしい話なんですけど、はい、ホイールこれもう絶対高いなっていうのが絶対高いです。絶対高いです。で先ほどもちょっと話出ましたけど、はい、あのプリウスって言ったら、はい、それこそ本当にいろんなパーツがあるんで、うん、あの予算抑えようと思ったら、もういくらでもね、タイヤホイールでもいくらでもあるじゃないですか、うんうんうん、それを、はい、もうとてつもない価格のこちらをさりげなく、はい、普通お金かけたらもうちょっとこうバチンって、はい、どうだっていうタイヤホイールしたいと思うんですよ、はいはい、それをそうじゃなくさらっと、だから3ピースになってるのが逆、あの、あえていいのかなっていう、うん、そう、まあ、本来まあやっぱりなんかこうポルシェに履かせるホイールですみたいなデザインなんですけど、なんで他の車種にこうちょっと組み合わせにくい感はあるなと。ただ今回のお客様の場合はガレージに隣に GT3 止まってるんでそうなんですよね、はい、それがびっくりなんです。992の GT3 とプリウスが並んでたら、はい、まあありかなっていう。いやもう全然ありだと思う、ね、このデザインでもなんかもう全部セットで遊んでる感じ。そうそうそう、ガレージと中に入ってる車とタイヤホイールで全部トータルで遊んでる感じがめちゃくちゃあるなっていう。だからこの3ピースになっててあえてこうでかく見せすぎない、うん、ワンピースだったらこれ21インチだったら結構でっかく見えると思うんですよね。そうだね、確かに張り出してきちゃうんで、はい、だその辺もしっかりこう絶妙なところをついてると、はい、でちょっとあの話脱線しますけど、はい、その GT3 の方は、はい、あの522じゃないんですよ、ね、じゃないですいやそれも一つの遊び方であるじゃないですか、はいはい、ポルシェと同じホイールをプリウスにも履いてます、はいはいはい、確かに。ただあえて GT3 の方は違うホイールを履いてるという、はい、そうで真っ黒なんですよ、ね、そうです。これはちょっと遊びすぎというか慣れすぎというか、はいはい、かっこよすぎじゃないですか。そんなガレージがいいかなって。そうですね、うん、ちょっと憧れちゃう感じの想像だけでも、うん、こんな感じになってる、はい、そして車高ベタベタっすね、はい、これはどうやって下げてるんですか。これは車高調で。あ、なるほど、はい、結構もう車高調もいろんなの出てるし、出てる、あのエアサスも珍しくないじゃないですか。ないけどあえて車高調でベタベタで、はい、走ってると、はいはい、で車高調も本当にあのハイレンジのものから、うん、あの安価なものまであるじゃないですか、はいはいはい、だからこの辺って、はい、安く仕上げようと思えば安く仕上げられると思うんですけど、はい、この走ってる時の動きも重要だと思う。そう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 、なんかガッタンバリバリじゃないけど、うんうんうん、こう車がこう揺れてるみたいな感じで乗ってると、うんうん、ちょっと若者感出ちゃうじゃん。確かに。それもしっかり、はい、ちゃんと収まる車高調になってます、はい、高級な方の車高調がついてると、はい、そしてあと各部他にもペイントされてるんですか。あ、もうフェンダーアーチも塗ってます。あ、これフェンダーアーチも塗ってるんですか、はい、ただなんか調べるところによると結局フェンダーアーチって色付きなんですよ、はあ、トヨタからの供給が、はあ、色付きで供給されて、今回この車新車で預かった時に明らかに色が違ったの、はあ、ボディカラーと、あ、ボディカラーと同じ同色のフェンダー。ね、いや同色ではないんだけど、はい、あ、でもこの車はどうなのかな、まあ、どのボディカラー白でもここは黒になる。あ、そうなんですか。赤でもここは黒になるみたいなグレードで、もともとこういうふうに塗ってある黒のアーチがついてたんですけど、ボディカラー今回黒じゃないですか。でこのボディカラーの黒とフェンダーアーチの黒が全く色が違ったんで塗り直しました。本当ですか。はい、一回外して、はい、すごい手間ですね。すごい手間です。けどこれやってるのとやってないので、そうそう、なんかね色が全然違くて、なんかアーチっていう感じがすごい目立ったんで、
塗り直しました。まあ、純正色ボディカラーかどうかわからないですけど、結構あの国産車のパーツ供給ってこうペイント済みがあるんですよね。そうで結構色が違うのが多いらしい、はい、うん、車屋さん的にはめちゃくちゃありがたいですよ、うん、もう塗ってるからつけるだけって、うんうん、ただやっぱりロットとかによって絶妙な色が違うと、うん、こういった部分は近いので分かってしまうので、はい、同色に仕上げた、はい、塗り直しております。ここをお金かけられるってすごいと思うんですよなかなかまあ黒だしいいよってなっちゃうじゃないですか、うん、普通、うん、というわけでしっかりこの辺、はい、あとはどの辺塗ってるんですか。この辺は全部塗ってます。え、そこはもともと何色ですか。プラスチックです。素地、はい、はあ、ここもここも。え、じゃあそこも脂肪を取って塗って、脂肪取って塗ってます。へえ。なのでこの辺のまとまりも非常に、はい、でこれ窓枠は、窓枠はもともとこういうなんかゴムっぽい黒だったのを、はいはいはい、やっぱりちょっと色味が全然変わってきちゃうんで、はい、上からグロスのラッピングをしてあります。確かにこのゴムっぽい素材って、うん、すごいチープな感じというか、ちょっとね、そう、ちょっと高級な感じと少し離れた感じがしますよね。だこういう辺、この辺のパーツをちょっとニュアンス変えてあげるだけで高級感が、はい、でまた面積でかいですから、はい、面積でかい、そう。というわけでこの辺もしっかり。で、あとはどの辺ですか。もう分からないです。あとは、これドアノブはもともとドアハンドルは、はい、ここは確か塗ってなくて、はい、だここは塗ってる。あ、リアのドアハンドル。そうそうそう。はあ、これだから言われないと分かんない。言われないと、そう、分かんないと。そこにお金をかけられるって本当すごいですね、はいはい、そして、はい、後ろこれでいきましょうか、はい、後ろはフロントとちょっとキャラクターが違ってリムが少しだけ取れてますね。サイズ自体は通しなんだけどオフセット違いで、はい、リアだけ、アウターリップ少し取れてる感じですね。2453021が装着されてると、はい、これすごいっすね。これすごくかわなんか収まりがいい、ね、はい、ある意味、はい、なんか全然大きくて、はい、一歩間違えたらホイールが走ってるようになっちゃうサイズを履いてるけど全然こう頑張ってる感がないというか、しれっと走っててめちゃくちゃかっこいい感じ。そうなに仕上がってる、はい、でリアも結構ベタベタっすね。はい、ベタベタです。でもこれでも全然車高調で普通に短いショックだから、うん、ちゃんとストロークもするということで、はいはい、というわけでこんな感じのリアになってます、はい、でフェンダーアーチこっちも塗ってて、はい、あ、これリアのフェンダーアーチも全部塗ってて、で、はい、リアのフェンダーアーチに関して言うとこの辺にプリウスって彫ってあったの文字が。え、もともとですか。そう、へえ、埋めましたこれすごいっすね。じゃあというわけでこの辺もしっかりツルツルになって装着されてると。はい、じゃあ続いて後ろに回ってきまして、はいはい、60プリウスめっちゃ後ろかっこいいっすよね。そう、ものすごくなんかこうなんか近未来だし、はい、かといってなんかこう電気っていう主張もないし、もちろんプリウスハイブリッドだし、なんかこうなんだろう、なんとも言えない歴代一番好きっすよ、うん、デザイン的に。すごくかっこいいと。でも絶対いろいろ塗ってあるんだろうなと思ったんですけど、はい、どこがどこまで塗ってあるのか分かりません、はいはい、一つずつお願いします、はい、まずはエンブレムはね、はい、新品取って、塗り直して。待ってください、これはてます。グロス。そうです、エンブレムはグロスブラックで、これもマットにするとまた雰囲気違うのかなっていう感じするんですけど、はいはい、今回グロスで塗ってある、はい、あとはどこ塗ってあるんですか。あとはここのこの部分、この部分、このパーツ、これ下もそうだし、ここもですか。ここがね、グレーなの。はぁ、もともと前と一緒、はい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 、前の口のバンパーの口の部分もグレーになってたのと同じように、ここの部分がグレーになってて、ここが黒になってるみたいな、はぁ、サンドイッチされてる感じあったんで、全部ボディ同色に塗ってあります。これだいぶイメージ違う。そう、真っ黒になるんね。だからその色をもう本当になくして、ボディカラーのメタリックの黒とグロスの黒だけを使っています。でしかもだってこれナンバーベースのところ塗っちゃってるから、これ再封印ですよね。そうです、再封印です、はい、なかなか手間なことをやってるんじゃないかな、はい、というわけでここも全部黒くなってる、はい、こういうのとかってもともとなんですか。それスモークかけてます。これスモークかけて見づらくしてるんですね、はいはい、これめちゃくちゃかっこいいっすね。これめちゃくちゃかっこいいね。だからここまで来ると、はい、なんかテールスモークしたくなるけどしない、けどしないっていう、はい、うん、ここだからさじ加減めちゃくちゃ難しいなっていう。だからここを黒くしていくと、はい、なんかここまでテールまで触ると、はい、なんかちょっとやってんな感、そう若者感というか、そう改造者感がそう、はい、出てきちゃうんで、まあ、そこは僕の中では基本触らないかなっていう、
だ本当に絶妙に純正なのっていう、どこまで純正なのっていうところで止めてあるということで、後ろもしっかり黒でまとめられてる、はい、こんなエクステリアになってる、はい、じゃあ最後になりますけど、はい、ここから感想いいですか、はい、乗りたい、こういうプリウスは、はい、いいよね。いやめちゃくちゃ自分で乗りたいなって。そうなんです、はい、そういう意見をものすごいこうその業者さんとか、まあ、その車関係の仕事を僕らと同業みたいな人から、あれは乗りたい、僕も乗りたいです、うん、ただ冷静に今日あのどこをどれだけいじってるのか話を聞いて、はい、あの真似ができない真似ができない、はい、結構お金かかってますよね。結構お金かかってます。でもそこってすごい重要だなと思うんですよ、うん、分かりやすいところにお金を使うのか、はい、もうトータルでもう自分の求めたものにするためにお金を使うのかで、そうそうそう、やっぱり仕上がり変わってくると思うんで、そうそうそう、もう改めてなんかベース車両関係ないって言ったらですけど、うん、本当にあのいろんな車種で、はい、あのいろんな方向性を感じました、うんうん、まあ、僕らがやってることはもう輸入車であろうが国産車であろうが、あ、一緒だと、まあ、アメ車であろうがなんだろう、なんでその方向性で考えていくと、まあ、こういう形になります。で特に国産車でも最近面白い車結構多いじゃないですか。で純正でも結構かっこよくなってたりするんで、少しニュアンスを変えたりするだけでも、うん、もうみんなが思いつかなかったようなカスタマイズとか、うん、です、え、こんなことできるのっていうのが結構可能性としてあるんじゃないかなっていうのをすごく感じました、はい、じゃあまあ国産車もう問わず、はい、お問い合わせいただければ全然、はい、いろんなものが提案できると思いますので、ぜひ、はい、ボンド名古屋飯村店長にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。